힘으로 살고 시칼이 다 살고. 빨리. 예쁘니 그래. 저절로 보여줘. 押さえて。 Hey, do the thank you.
度この返し。それと、指先。なるべく下からひねり。よいしょ。両方。はい、どうぞ、三協。少し二強裏技、二強裏技。二強がやつだ。ここら辺で合わせてみようか。こうならないの。うつうつだけ。え、ボン。はいはい、どうぞ。もう返さない。これは鳥の人だったんです。鳥の人。してくる。正面に沈むと裏技。あ、この状態から今日は結構しますお互いに成功した規則大原則アクリアルさんの肘を曲げ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 る下相手の肘を曲げる下リキュア今日裏技だけ、はい。
技が変わってきますよね。テクニック見ないやつ、それ必要だったとは。Thank you.
документ, документ. Senhor, senhor, senhor.
なに痛くないの見てるほど心配しないで。
раз скажи, потом. И после этого... Спасибо.
くるときに、パーンと。どっちがいいと思いますか？別に間違いじゃない、ま、両方とも間違いじゃない。両方とも別に間違いじゃない、ま、両方とも間違いじゃない、間違いじゃない。どっちがいいと思います？どっちがいい？カフェをしたいと思うでしょ。じゃあ最初。最初。2番目。タロイ。うおー、歩みましょう。
だからこういう状態で相手が攻撃しているので、やっぱり動くのは一歩だけだと、一歩バッ、ワンセブン出す、これだ、これだ。動いてくれないよね、大体も。Здесь в большинстве случаев партнер не движется, встает вот так вот. しっかりこう掴んでると、一歩だけしか動かない。一歩だけ、一歩だけ。ガッと掴んでる。これだけ、そう。で、もう一つ、もう一つ。この動きより、運動多い、運動量が多いね、これ。動きが大きい。По сравнению с этим движением, такой уход, больше шаг, больше движение. で、武道的に考えると、動きが大きいと、動きが大きい。特に時間ができる、少しの時間。Если думать об этом контексте боевого искусства, то この時間より、この時間の方が少し長い。Если движение больше, то это занимает больше времени, хоть немного, но больше времени. で、武道の稽古では、時間が長い、動きが大きいということは時間がありますね、ある。それは隙ができるんですよ。隙ができるは何か隙。できれば小さな動きで、少ない動きでバンと相手を押さえてあげて。Нужно стараться добиться эффекта минимальным движением, как можно меньшим движением достичь броска. Потому что если ваше движение большое, широкое, то легко образуются пробелы. Лучше, меньше движение. Это более естественно. Продолжение следует...
取り入り身投げ繰り返しゆっくりと動く。